苦手な機種で勝つ。負けたら次回枯れ葉実践ということで。V です。朝一大また歴史ものですね。やっぱり歴史もの、武将系が苦手なのかな。もしかしてこっちに政宗も出てくるし、真田幸村も出てくるし、全員いる。そして突破ものっていう、これも突破ものですもんね。したいと思います。まあ確かに勝ったことはない。はい、まずは歌舞伎玉をここでいっぱい集めたい。でも初めて打った時、本当一発目から確か突破したのかな。で入ってめちゃめちゃ減って面白くて、すごい勢いあって、で玉スピード速いし、最初はすごい楽しかったんですけどね。その後スルーしまくって、そこからちょっと疎遠になっちゃってました。その思い出を塗り替えよう。足りない枚数としては多分400枚ぐらいあとあればプラス域にはいけるんですけど、ここでどんぐらいハマっちゃうか分かんないしな。これも結構ハマるときはハマるんですよね。なんか全然貯めれてなくないですか。もうちょっと貯めれた気がするけど、全然です。はい、8個。まあ、ハマったらハマったで870ゲーム以降だともう AT 確定、突破確定なんで、まあそこまで行ってほしいけど、でもそこはなかなか超えないんですよね多分。ちょっと手前で当たっちゃう毎回、そういうやつだった気がします。これは入るのかな。赤歌舞伎五六にそろそろチャンス名が何かどうにかなってほしい。はい、入りました。チャンス名で歌舞伎五六、歌舞伎玉の合格ですね。はい、ここで、あ、いいのが欲しい。赤一線突破とか出てこんか。あ、違った、10個でした。緑、ラス。はい、終了。これか、結局規定ゲーム数のやつはもうそこまで回すしかないですもんね。自力のやつがないんで、ハマるときはハマるし、当たるときは早いし。お、え、赤字だ。なんで、青だしね。あら、金、え当たるんだ。まだまだ遊びはこれからよ。はい、
なに金で外れることないですもんね。え、外れるの？こっち？落とした。そういえばそうだった。忘れてました。降りてくるんです。復活です。だがそれがいいの？それがいい。うん、はい、これがいいです。意外と早かったんでいいです。292ゲームです。これ突破できたら余裕でプラス1いけそうな気がする。天下無双チャレンジ入ります。あ、なんかあれは薬品取る。チャンス目か。10個ありがたい。3回突破っすもんね。きついな。いやー、でもキセルマジ当たんなかった時ケージの切ない背中しか見られないんで。縄文いきます。運動ゲゲアリスでもいいか。武将バトルにします。これも3回突破なんでね、どっちみち。さて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 、誰かな。あ、嘘。一番危ないのでは、もしかして。40%。大丈夫かな。え、やだ、全然楽しめないのとか、やだ。劣勢じゃん。あー、嘘嘘。え、終わった。あー、でもごめん、チャンスがこの53個であるんですけど、復活できるかしら。いきます。99分の1。遅い遅い遅い。ダメだダメだ。全然意味なかった。あれ、おお、はい、終了です。これでも終了画面ありますよね。なんか高設定した弱です。これ結構ハマっちゃったら、まああと1回チャレンジして終わりぐらいになっちゃいますね。つらい。これはつらい。でもまあ他にって言ってもな、ないんですよね基本。だからあんまり苦手っていうのを思わないようにしてるんですよ、多分普段から。なんか苦手があると損じゃないですか。嫌いなものがあったりとかすると苦手は克服したいで、まあ、今日は苦手な台を克服するために打たせてもらってるってことですよね、きっとね。巻きいきます。お、赤赤赤来たから赤なの狙っちゃった。あー、ここは青地だけど、あのかさっき。お、赤になった。セリフあるかもしれない。おお、カットイン当たるんじゃない、これは。あれ
毎回びっくりする。397ゲームです。また毎回じらしてくるな。意外とハマらない。もう一度チャレンジいきます。なんか味噌チャレンジ3度目と言わず2度目の正直でお願いします。もう一回引きたいですね。これせっかく4つまで溜まってんのに。チェリーかも。やった上手。溜まったあ、え、おやった1個突破。さて、先ほどはこれでいったんで縄文連覇できます。固定突破率型、まあ1回はね極み玉あるんで。突破オーバー。極み玉があるとはいえ、えい、やばい。でも大体ここが選ばれた気がするけど。いや、え、ゼロ。おおおお。はい。よしよし、オッケーオッケー、突破。次クリアしたらもう絶対復活はしてくれるはずなので AT 入れれます。オフお願い。違う、違った、着地だったけど。あー、ダメ。ただ極み玉を持ってます。はい、ここで使っちゃったか。よし、あと1個ですね。チャンスじゃない？あとに続け、これ違うかな。いやでもセリフとか別に普通か。私は突破できると信じています。やった、よし、激しい、暴れまくる。いや、イエーイ、よかった。こういう異常に激しいところはマジで嫌いじゃないです。
完全突破いけました。これ極み玉なかったら結構厳しかったですよね多分。あぶねー。これが、まあ、1000枚ぐらい出てくれたらそんぐらい出るっちゃ出ると思うんで期待してます。V 欲しい。おい、まだ。あ、はい。なんかさらっと流された感じですね。はい、なしです。久々に火入れたんでこんな激しかった経験になってる。あー、まだまだ。あ、トラ柄トラ V。ああ、さっきの3回目か3回目かチャンスは。ないかも。6個とりあえずストックです。あ、とりあえず消化しながら乗せながらですね。いや、トラ柄トラブいないのがちょっと痛かったですね。やばいな、このまま駆け抜けて終わりそうな気もしちゃう。ラスト V 500枚ちょっと後かで終わってしまうかも。そんなはずじゃないんだよな。あ、チェリーマジ。あー、着地1個だけ。終わりか。終わってしまった。何もならない。トラブルがなかったせいか全然思ったより伸びてくれなくて530枚です。終了です。いやー、せっかく突破したのにな。ちょっと少なかったですね。バイオハザードは空いている。もう苦手と思われるのをとことん打っていこうかな、もう、うん、はい、それでは3機種目ですね。意外と苦手なやついっぱいあるなって自分でなってますけど、バイオハザード7ゲームやめ、さっき普通に AT 入って1000枚1着出してたのかな。ちょっと見てました。この台は初めて打った時に天井でラッシュも入らなくてっていうのがあったんで、まあ、単純にやっぱ初打ちの時のイメージめちゃめちゃ大事ですよね。私あと普通に ずっとなんかあのまずいものをずっと食わされ続けるじゃないですか。家の中から出られなくて、あれがもう結構グロいの意外とダメな方なんで、その辺が苦手です。ただラッシュはめちゃめちゃかっこいいクリスが出てきて面白いっていうのは知ってるんで、今日は突破させよう。しかもこれゲームあるんですよ、うちに。しかもあの VR のやつ
あのもう最初のこの洋館に入れなくてやってないです。もう怖すぎて。こういうなんか怖い系のホラー系は本当苦手です。もう私お化けが一番怖いんで、この世で一番怖いものお化け。お、チャスミ。通常時はとにかくアイテム集めて当たった時に備える的な。結構なんか今までのやつよりは、まあちょっとメーカーも違うからとかあるんでしょうけど、結構グロめな気がしません、今回のバイオハザード。割と打ってると本当になんかちょっと具合悪くていうか、お腹痛くなってくるやつ。あ、でも自分だったら絶対、そこなんか物音したからって見に行かないじゃんとかドラマ見てたら思うじゃないですか。行ったら絶対いんのにバカだなって思いながら。でも自分家で、まあ、ちょっと一時期なんか変な音が玄関の方からよくする時があって、なんかそういう時やっぱりちょっと見に行こうとしてる自分がいて、あ、こういう気持ちなんだなっていうのがちょっと分かりました。でも本当その時はなんか番組の企画で、あの心霊スポットに行かなきゃいけなくて、行って帰ってきてからだったんで、多分なんか連れてきちゃってたんじゃないかなみたいな。実際に見えたりとかは全然ないんで、霊感はないんで。まあでもバイオハザードってまた幽霊とも違うもんな。なんだろう、ウイルス系ですよね基本ね。まず通常シーっぽいですね。赤まで行けるはず。よし、逃げれる。よし、 お父さん。大丈夫かな。大丈夫だと思うけど、多分。あ、え、復活？あれ、ダメだった。なんじゃん、赤まで行って。怖い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 。あ、しましたね。これで多分当たるだと思います。はい、赤字。店長かなと思いますが、497ゲームです。ちょっと下皿に入れたコインがぴったりなくなりましたね。アイテムもそこそこあるし、頑張って突破したいと思います。これが、お、赤くれた。でかい、いけるんじゃないか。
スタンダード告知でいいですかね。さあアイテムチャンス1個あります。なんでしょう。あ、レベルプラス1いただきました。ここからですね、連打で、あ、1個召喚、連打、連打にする。いけいけいけ、この緑と赤に行きたい。まだいける、まだいける、まだいける。よし、レベル5、まだいける、まだいける。あ、レベル5。まあでもトータル 70% はファーストステージ突破率、まあいけるんじゃないかな。13分の1でしょ、突破抽選マイゲーム。いや、こっちのセリフ大丈夫かな。まだまだ、あ、いいよいいよ、強い。うわー、緑か。扉、あ、びっくりした。フリーズ発生、よかったです。よかった、ここを突破できなかったらね、悲しい。よし、次です、セカンドステージ。55% ですから、いや、役とかいけないかしら。ああ、どんだけ乗せれるかですね。行きましょう。1000枚は出したいんです。欲しいんですけどね、ありがたい。おおおおお、あ、ダメだった。60か。終わり、70ゲーム。
まあ、ここから乗せていくんで行きましょう。しっかりレアヨークとか引いていけばちゃんと上乗せはちょこちょこあると思うんで。いや、ちょっとまずいっすね。駆け抜けちゃう。やだやだ。あ、いや、多いんだよな。光がすごい。おお、一刻すごい。からの、からの、くれたらいいけど頼む。あー、10ゲーム、まあ、10ゲームでも結構でかいですからね。重装5枚だ。あ、レア役。あ、しかもチャンス目。マジ危ねえ。ラス1ちょ、なん、え、の、え、乗るでしょ、乗るでしょ、さすがにね。はい、すごいでかいのぶちかまそうとしてる。あ、10ね、10がならない、ならない。ラストです。終了。なんかあんまり満足いかないです。不服です。437枚、せっかく突破してもこれだとな。ですね、終了のお時間が来ておりますのでここで終了とさせていただきます。お疲れ様でした。おおおおおお、いやー足りないな。次戦終了です。お疲れ様でした。さて、本日は苦手な機種で勝つという無茶ぶり、罰ゲームもございますということで、政宗3で花の刑事 V してバイオハザード7、3機種割と最近の6号機ですね、全部突破型というね、打ちました。ただ全部突破しました。使いが27,000円、回収がなんと986枚ということでマイナス256枚です。負けた。悔しいな。え、めちゃめちゃ惜しくないですかね。いや、正直うまいことを完走とかしちゃってプラス2っていうのも、まあ、夢見てましたけど、でも負けるとしたらもっとバッコシやられるかなと思ってたんですよ。なんですけど、なんか絶妙なマイナスで、まあ、全部突破できたのがね偉かったんですけど、一個一個があんまり、まあ、政宗スリーは結構出ましたよね。900枚ぐらい、まあ、1000枚近くは出たんですけど、その2つがちょっとあんまり振るわなかったかなということで、残念ながらマイナス収支です。なので次回枯れシャツ実践になっちゃいました。次回、え、数日後ですか、ですよね、確かだった気がする。やだな、どこだろう、店舗の場所も結構気になる。あんまり、あの、駅前とかはちょっとやめてほしいなみたいな。あのコスプレ実践とかもうやらされる時結構あるんですけど、あの本当駅前のあのバス停にお客さん、普通の一般の方がまだあの打ってる人だったらいいんですけど、ホールに来てる人でもない人とかがこうね、すごい冷ややかな目でね見てくるんですよ。こっちも仕事でやってるんですみたいな心の声はね、はい、まあ、そういうのをあの理解してくれる温かい人たちがいっぱいいるところに行きたいなと思います。ということで、今回はマイナスになっちゃいましたが、次回は枯れシャツ実践ということで、枯れシャツをまずはお家に帰ったら探そうかなと
思ってますということで今回はここまでです。また、次回お会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。